いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。見せてもらうぞ、カカロット。いよいよ。僕の様が今に余裕があった理由が。いいぞ孫悟空、これが戦いは。こうやってある程度実力が近くなくては面白くない。ああ俺もそこ。この戦いをじ、相当体力が低下してしまったようだな。先祖とやらを空外孫悟空。えっと、父さんだ。おめえの強さよーくわかった。オラもうやめとく。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。これは夢だ。そう、夢なんだ。はあ、やはりこのミスターサダン様の出番というわけだ。おっと、やはりここで無名の選手はリタイア。ミスターサダンの登場です。よし来い。これで終わった。目の前では凄まじいバトルが繰り広げられています。強い、強すぎます。さすがチャンピオンミスターサタンです。
そんなバカな。さあ怒れ、怒って真の力を見せてみろ。ご飯を怒らせるんだ。この勝負負けるわけにはいかないんです。頑張ってください。貴様に戦士の意地はないのか。あの世の入り口が見えてきただろう。自分の痛みだけでは怒りが湧いてくんらしいな。ではお前らの仲間たちに相談してみることにするか。